効果と言いました。やっぱりごまさばなんですよね。ただいまサンドウッド各店におきましたこちらのごまさばご準備いたしておりますよ。この中にですねごまだれが入っております。このごまだれとですねこちらのサバのたたきをですね和えるだけでですねもう簡単ごまさばがお召し上がりいただけますよ。そのまま食するのもいいんですけども、温かいご飯の上にごまだれと和えたごまさばのたたきを乗せまして、そこにですねお茶をかけてお茶漬け、これもまた最高ですよ。